ポーツ公園野球場スタジアムニックネーム調印式を始めさせていただきます。今後ともプロスポーツとの連携によりまして、地域の振興活性化を図るために、今回オリックスさんの方から一般的なネーミングライツとは異なる新たな発想のもとに、スタジアムニックネームのご提案をいただいたところでございました。本日の調印式に至ったところでございます。それでは発表いたします。どうぞ。今自分が所属している球団の名前がつくということを聞いて心から嬉しく思っております。もう例のないようなこのような取り組みをしていただいた忠志町様には、球団スタッフ選手を代表いたしまして熱くお礼申し上げます。ありがとうございます。やっぱ高校の時に、まあ、その青春時代って言われる時に、まあ、このどんな林市で過ごしたんで、しかもそのずっと僕はバファローズが大好き で、その名前がどんな林につくっていうのは、まあ、本当に心から嬉しく思います。そうですね、やっぱプロの球場に慣れてるのもありますけど、マウンドはちょっと柔らかいかなと思いましたけど、まあ、別にそこまで何て言うんですか、整備の行き届いてないっていうよりは、まあ、ちゃんと綺麗なっていう印象でしたね。僕がその中継ぎで投げたんですけど、その前に大きな拍手をいただいて、で降りる時も、まあ、一番大きかったっていうスタンスで拍手もいただいて、まあ、やっぱり嬉しいですね。今シーズンは3勝しましたが、まあ、終盤だけだったので、来年は最初の方から1軍にいてローテーションを守って、まあ、ライバルもいっぱいいるので、そこをもう抜いて10勝できればと思ってます。頑張ります。